絶対に見つけ出して宿題を5倍にしてあげますからね。絶対に見つかるもんか。ですから茂雄先生、あなたは生徒の気持ちをもっと理解しないといけないんです。はい。だいたい茂雄先生はいつもですね、生徒のこと理解しろだなんて面倒くさいことを言いますね。なんで私が生徒のことなんていちいち理解しないといけないんですかね。茂雄先生、聞いてますか。はい、聞いてます。それなら早速始めてください。で、始めるって何を。やっぱり聞いてなかったんじゃないですか。かくれんぼですよ、かくれんぼ。は？かくれんぼ？そうです。生徒の気持ちを理解できていれば生徒の隠れている場所もわかるはずですので、茂雄先生、クラスのみんなとかくれんぼをやってください。なんで知って。学校全体でかくれんぼ、先生 VS 天才キッズ。茂雄のやつ、急にクラスのみんなを外に集めて何すんだ。さあ、どうせろくでもないことだと思うけど。はい、皆さん静かに、今から皆さんとかくれんぼを行います。かくれんぼ、やったー、俺得意だぜ。また急にどうしたんですか。教頭からあなたたちの理解を深めるためにかくれんぼをするように言われましてね。はいはい、ほら、わかったら皆さんさっさと適当に隠れてください。範囲は学校の敷地内までですよ。かくれんぼなんて面倒くさいと思いましたが、あいつらに適当に隠れてもらって、私は探すふりしてサボってればいいんですもんね。むしろラッキーかもしれません。のほほほほ。なんだ、茂雄先生が鬼役なら俺たち楽勝で見つからないぜ。なんですって。そうでな、普段の遊びで鍛えたオイラたちのかくれんぼレベルを舐めてもらっちゃ困るでな。遊び心を忘れた先生に見つけられるでなかね。トコタンもかくれんぼ得意。かくれんぼなんかではしゃいじゃって、みんな子供ね。ルナちゃんは興味なさそうだね。ま、やるからには完璧に勝たせてもらうけどね。意外とやる気だった。みなさん、私を舐めてますね。私だって昔は鬼の茂雄と。あ、そうだ、なるほど、みなさんが自信たっぷりなのは分かりました。絶対に私に見つからないと。おならば勝負です。もしも私が全員見つけることができたなら、全員今日の宿題を5倍に増やしてあげます。なにあれだけ大口を叩いたんです。これくらいの条件飲めるはずですよね。それじゃ100数えたらスタートですよ。おい、何勝手に決めてんだ、そんなこと。そんなとこで待ってるなんて余裕ですね。もうカウントは始まってますよ。1、2。ヒロ、こうなったら茂雄先生は話を聞かないよ。時間もないし早く隠れよ。くそー、仕方ねえ、絶対に隠れ切ってやる。99、100と。それじゃあそろそろ探していきますよ。まずはそうですね、急いで飛び箱の中に隠れたはいいけど大丈夫かな。ここから探してみようとしますか。来た。誰もいませんね。外れですかね。ではよかった、諦めたみたいだ。うわ、火事です。え、火事。犬間くん見つけた。そんな、驚かすなんて卑怯ですよ。卑怯ではなく作戦と呼んでください。それにしても茂雄先生、なんでそんなに早く僕が体育倉庫に隠れてるって分かったんですか。そんなの簡単ですよ。犬間くんの足の遅さから100秒じゃそう遠くに行けませんから、校庭の近くの体育倉庫に隠れたと推理したわけです。なるほど、なんて推理力。皆さんが見つかって嫌がる顔を早く見たいですからね。私の頭の回転も普段よりパワーアップです。生徒の嫌がる顔を見たいからパワーアップって。さて、この調子で全員見つけていきますかね。絶対に宿題5倍にして私をバカにした仕返しをしてやりますからね。そうして茂雄先生は生徒の宿題を5倍にすることをモチベーションに、次々と隠れている生徒を見つけていった。ここです。先生は分かってますよ。無駄ですよ。ゲロかくれんぼなんて簡単ですね。生徒の嫌がる顔を想像したらどこに隠れるか分かるんですからね。さて次は。どうやら次々と見つかってるようね。でもここならさすがにバレないと思う。ルナさん、私も隠れさせてくれてありがとね。いいのよ、これくらい女の子同士助け合っていきましょう。うん。残る生徒はあと少しですが、見つかりませんね。来た。大丈夫、こうしてじっとしていれば見つかりっこないわ。ここじゃないみたいですね。よかった、バレ
てないみたい。ぬほほ、匂いますね。ここには生徒がコソコソしてる匂いがします。ここはそういえば最近ゴキブリが多くて困ってましたね。ここで退治しますか。け、煙はい、見つけました。生徒を見つけるために防虫剤を焚くなんて、ほんとめちゃくちゃな先生ね。残すはサルトビ君とキジヌマ君の二人だけですね。まずはサルトビ君を。おや、ここに隠れてると思ったんですけどね。さすがにここなら屋上からも校舎からも見えないぜ。これで俺の勝ちだ。おバカさんは高いところが好きって言いますからね。サルトビ君ほどのおバカさんなら絶対に屋上に隠れてると思ったんですけどね。誰がおバカさんだ。はい、サルトビ君見つけた。あ本当のおバカさんだったようですね。ちくしょう。残るはキジヌマくんだけですか。しかし全然見つかりません。一体どこへ。トコタンどこに隠れたんだろうな。トコタンのことだからまたすごいもの作って隠れてるんじゃ。もっと家の鍵が。って何ですかこれは。キジヌマくんめ、いつの間にこんなものを。出てきなさい。おお、いないふりですか。そっちがその気なら強引にでも開けますよ。変ねー、かたい。でも私は諦めませんよ。絶対に見つけますから。先生、もう学校が終わる時間なんですけど。まだ続けるつもりか。君たちはもう帰っていいです。でも宿題どうすんだよ。宿題の件はもういいです。勝手になさい。私はキジヌマ君を見つけるまで絶対に帰りません。こうなったら全員見つけてやらねば。それじゃあ僕たち本当に帰りますよ。聞こえてねえみたいだぞ。シゲオ先生はいいとしてよ、トコタンもいつまで隠れてるつもりなんだろうな。確かに帰らないとトコタンのお父さんも心配するだろうし。ヒロタン、アオタン、待って。トコタン、トコタン、シェルターに隠れてたんじゃなかったの。シェルター、校庭にあったやつだよ。あれの中に入ってたんじゃねえのか。ああ、あれ外から絶対に開けられないやつだから作ったけど中に入れなかった。なんて意味のないシェルター。あれ、それじゃあトコタン今までどこに隠れてたの。こっち来て。ここに隠れてた。すっげー、こんなとこに秘密基地が。そりゃ見つからないよ。あれ、ってことは今頃シゲオ先生は。絶対に見つけてやりますからね。だからここを開けなさい。キジヌマ君、開けなさい。